今まで涙目に見えたんですけど、コメントでもめっちゃ来るやん、涙目になってた。いや、涙目ですよ。そう、なんか泣きそうとかっていう。ノッコンさん、ひな壇の時にすごい涙目に見えたんですけど、あれは結構泣いてましたね。ちょっと待って、俺それほんまに言うてんの？はい。コメントでもめっちゃ来るやん、涙目になってた。いや、涙目ですよ。いや、違う、あれ多分俺どっちか言ったらちょっと動揺してたね、あのルー君が怒ってたから。はい、でもどっちか言うたらかっこよかったと思うねんか。え、どこさま？そう、動揺があんまりなかったから。普通動揺したら顔に出るやん。いや、めっちゃ出てましたさっき動揺したって言ってね。そのルー君が怒ったことに俺動揺してて、ああ、そう、なんか泣きそうとかっていう、その動揺ではなかったよ。俺泣きそうに見えなかったけど、そんなんは分からなかった。そう、ただルー君が、俺の想像だけど、ルー君おるかもなと俺もとってんか。でもおってもルー君はあれ言っても笑ってる感じやろなと思っとってん。最初笑ってました。あ、そういうことテレビの予報がまた言うとるあいつまたみたいな感じでルー君受け取る思ってたから。だから俺こんな感じでさ、みたいな感じで、あいつどうせ出てこないんだよね、こんな感じで椅子用意しろみたいな。椅子用意しろみたいな。ガーン座ってガッチガチ蹴れてるんだからあそこまで俺叩かれると思わんくて、あのシーンが。まあ、そうそう、あれじゃないですか、多分バン中村さんの一言とかもあったじゃないですか。ああ、それもあったかもしれない、ね、男下げちゃったの、今の、あのおっさんいらんこと言いなさいみたいな。しかもラグビースクール行って子供ってラグビー教えるやんか。子供来て、なんで男下げたんとか言われる。全部あのガングロのおっさんのせいやんか。俺でもちょっとあそこでもしルキア君と戦っちゃって負けてしまった場合、本戦でやるのにビビってるんかなと思っちゃいました。ああ、いやでもそれもあったけど、あの時さ、編集でさ、検討中になっとったけど、俺決まってたよ試合。ああ、確かに、うん、天田博美と決まってたってあって、あールー君とあそこでやったら怪我すると思ったんと、あとそこまで周りは言われへんと思ってたから、あそれはやらんやろぐらいの感じの話の多いと思ってたら、はい、なんでやらんねんみたいなバッチリ来たから。確かに今思ったら、まあでもどうやろうな、仲いいから無理やがそんな調子ええわ仲いいくせにアンボルティが大盛りしろ仲良いから無理やからさ、それ怖い。